ちょっと濡れてちょっと浮き出てそう。危ない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 。で、何声をこうしてこうすると。あ、違うね違うね。せっかくかわいそうだったのにね。体を張ったね。バカだね。これをこうやってね、こうやってやるっていうね。嘘変わろうぜ、この前見て。友人様が得するだけでしょ。50円玉頭に乗っけやがって。当て付けか。お前そういうこと言うと、言うと今日出るよ。マジで精神危うくなるよ。精神危うって書いてあったらマジ笑うから俺。お、浮き出てきた。浮き出てきたね。これ大吉だ、大吉。すげえ。しかもほら、一番で一番。あ、すげえ。これ来たでしょ。うん、いや、挽回したぞ、京都。セシャンウィン。セシャンウィン。願い事、思うままなるも油断すれば叶わず。体調不安より自信持て。金運、目上の援助あり。潤う。だから、あれだね、上司とか、うん、今いいんじゃね、うん、良い評判で成績向上。恋愛、積極的に出よ、うん。旅行、信仰深まる、生きてよし。お前の場合さ、生きてるしかさ、生きるもん、生きるもん。なるほどね。よかったじゃん、戦車は良いから生きてよしになったじゃん。これ信仰深まる深まる体操が星野しかいねえな、どういうこと。はい、よかったじゃん。やった。これいいね。ね、後ろ見えてなんか面白い。なんか、あの、テストでさ、これ線繋いでくやつね。きちだい、きちだい。やった。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、その上置いちゃったら乾く、乾くなくなっちゃう。このまま持っていこうか。よし。あー、お札のいい匂いする。うーん、微妙。これやったってことはさ、これのサムネにしてなんかその動画の、うん、ビデオのまま行っちゃうか。これこれ持ってた方がいいよね。ね、オッケー、オッケー、トライだ。2、3枚取った。2、3枚取った。あ、そっか、それの状態取れるんだったもんね。いつか、ちょっと待ってね。俺も戦争の結果、まだ見てないんで。うん、そっか。忘れてたわ。うん。悪かったら、ここにボーンって入れとく。入れるの、ここに。ここなんだと思ってんの、俺ら。あ、きっちり。あ、吉田。吉田だ。吉田。精子、精子、精子。精子じゃねえ。精神的、でも精神的に不安定になる時期がある。いつも通りじゃん。いつも通りじゃん。ちょっと待って、どれ。願い事努力すれば叶う可能性あり。いつも通り。必ずに努力すれば運が向いてくるでしょう。いつも通り。正直に自分の気持ちを告白すれば成立する。いつも通り。では良い人に巡り会えるが無駄な出会いの方が多いでしょう。いつも通り。健康、精神的不安に悩む時期がある。いつも通り。家庭、家族へ愛情表現すれば家庭が明るくなり運気も上がる。ちょっと違う、いつもと。行動、多くの人とコミュニケーションをすることが基地です。いつも通り。金運、小さなお金でも建て替えや貸し借りや金持つ。いつも通りすぎる。その言い方さ、金運の言い方さ、今回のさ、駐車場とかの貸し借りをさ、根本的に禁ずるような書き方だよね。貸すことできねえからさ、うん、頼んだ。いや、借りることもできねえんだよ。こう払っとくわってことできねえんだよ、うん、やばいな。制限かかりすぎ、制限かかりすぎだろ。やべ、ヒルがいそう。来たんだ。じゃ、このまま一眼で動画撮ってなんだ。中入んなきゃいいんでしょ、うん。ここはあれだね、苔はそうでもないけど、シダだね、シダマニアだね。いや、俺シダマニアでもあるからね、ずっと。いいしかしてるよ。シダキモいっていう人もいいけどね。ああいうシダは普通にいいと思うんだけど、こういうシダちょっとキモいよな。紫にかかってるやつ、一瞬。いるじゃん、金魚みたいなの。うん、おー、なるほど。吉野の顔が映った、あそこに。ちょっと、ここには預けれない。もうそろそろ大丈夫。え、もうそろそろ大丈夫。何が。ああ、そういうこと。良くなってきたね。やばいやばい。俺の野口さんも真ん中から浮き出てきちゃった。ここの位置に。そういうことか。
どういうことだ。どういうことなんだ。ワープした。ワープしたね。うまいこと。うん。あ、なんかカエルいるじゃん。気づいた？カエルいる。シガマニアの聖地だな。シガマニア、あそここの滝だいぶシガマニアだよね。あ、これね、シガマニアの滝で、シガマニア、シガニア。このシガちょっとキモい。あのシガやっぱ綺麗。え？シニア。シニア。これおじいちゃんだね。はい。よし。いいんじゃない？あー暑いな。しかもさ、格好悪いことビチョビチョだからピラピラしないっていう。なんかお前の汗みたいな。うん、これやったところぬるい風しか来ねえから。鎌倉大仏ビアってなんだろうね。そう、俺ちゃんとここのこっち側を取りやがった。なんかこっちもシガマニアの聖地だから。だいぶ育ったシガだね。シダシダシーシダ、ジャングルっぽいね。ファサファサされに行こう。ファサファサされに行こう。危なかった。暴れた。うん？石田とろとしたら吉さんが。お前ハゲ隠してんだからさ。見てこの生命力。生えてる、こんなところから頑張ってんだよ。星野みたいだよね。星野もね、ボケれる場所ってどこでも突っ込んでボケまくる。てか根本的に頭がボケてるからね。なんかそれは俺シニアだから。ああ、そういう、そういうことでる。よし。え、意外と早かったんだよ、下り。さっき俺駆け抜けた時は、うん、やべえ、タイムロスってる、だいぶ15分じゃん。やべえ、やべえ、やべえよ。江ノ島行けんのか。江ノ島行かずに帰宅あるぞ、これ。え、江ノ島行かずに帰宅、行かずに帰宅マジであるよ。行って飯食って終わりある。星野五さんに1個スルーだ。 あと多くな観音は行こう。あれはちょっと目立つから。な、大船観音直行だな。乾いてきた。そっか、あの時今日で生死が危うかった男が大吉を得る日が来るとは。生きてよしって言われるなんて。違う、生きてよしなんだよね、意味合いは。お前の場合はそっちで生きてよししか見えないんだよ。まあね、生死危ういから生きてよしだから、生きることが。少し残念なことがある。生死危ういねとかできなくなりつつある。こんなに引かされたら。なんてことしてくれたんだ。いや、あんだけね、落ち込んでたからね。怒もういいよ、生きてよし。怒られたマジ。やられたわ。大吉取ってちょっとショック受けてるやつなかなかいねえ。大吉取ってえって思った。正直悪いの引ければよかったのに。いや、まだ吉さんいいじゃん。大吉だから、まあ、一応反応できんじゃん。うん、なんか反応しづらいか。まあ基地に反応しにくかさ、異常。でも基地ってさ、中基地よりも上らしいからさ、 だから2番目じゃん実質。だいぶ高いよ。中吉がでしょ、ちょっと吉って感じでしょ。うん、だから星野的に吉が一番美味しくなくね。うん、もう末吉とかのがまだ俺らしいわとか言えるよね。そう、いや、ほら吉田さんの右腕だから、ナンバーツー。え、あ、そういうことなの。え、なんで俺の右腕になったの、勝手に。え、あ、よ、あ、違ったっけ、左足。この人左足一緒だ、確か。そうだよ。ほんで、そしたら確か対極戦だから右腕だった気がするんだけど。そうだよ。そしたらほら、ナンバーツー吉。うん、今19番じゃ17番ぐらいのちょっと欲しかった。何が？第19番だからさ。ああ、第19番。うん、大丈夫、俺のと合わせて20番になるから。あ、そういうこと。
うん、切りよくなっただけだね。よかったじゃん。いい。にゃーにゃー、まあいいや、詰め込んじゃってから取れない。こいつなんだ、電源切れたのか。電源が切れたのか、それでバッテリー外れたのか、どっちなの。何かしたさっき。よいしょ、これ一旦こいつをカット。